豚タンです。こんなんです。いい感じに薄く切れた。ほらいい感じになってきたんでしょ。まずのびたび。はい、ちゅうことで、次の日のお昼過ぎ、もう3時回ってるのかな。はい、次の日の、昼下がりでございますが、米をねこんな重し乗せて米を、じんわりと炊いております。はい、うん、で米が炊けたらタンをね焼いて、昨日作ったねタレと合わせて食べようかなと、はい、そんな感じで思っておりますが、まあ、一応タンなのでね、タンといえばやっぱ、レモン塩とかね、そういうさっぱりしたやつで食べるのもいいかなということで、レモンはちょっと今はないんですけど、ちょっとね変色してるけど、このようなこれなんだろうね、すだちなのか、何なのか、なんか柑橘系のやつがあるので、これを使って、塩とね合わせていい感じのさっぱりダレも作ろうかなと思っております。ちゅうことで、はい、そしたらまな板とね、はい、この器にね、とりあえずこれを絞りましょう。でね、ちょっとこのひときわ変色してるやつからね、ちょっと中はどんな感じかな、中は変色してないかな。でこのね種をね取って絞りましょう。よいしょ、絞ります。よいしょ、うん、2つ分で結構ね、まあまあな汁が取れました。これをですね、あ、うまいわ、うん、あ、入れとるわ。これ塩入れたらいいのか。カンポットのね、美味しい塩があるので、この辺のね塩田で取れたお塩、こんなもんでいいのかな、入れちゃえ、ペット。これでちょっと混ぜて味見てみよう。美味しいかな。よし、これで、うん、あ、いけとるわ。もうちょい塩入れようかな。もうちょい塩入れて OK でございます。これでじゃあ、あとは米が炊けるのを待って、豚先、じゃあタンをスライスしとくかね。焼肉用にタンをスライスしときましょう。これはこれで置いときます。早くしないともう3日ぐらい経ってるからね、買ってから早く打てまな。結構ラーメンにねちょこちょこ入れたんで、もう下の部分しか残ってないですね。豚タンです。こんなんです。ベロンジョンだ、ベロンジョンの豚タンです。はい、ではこっちの方からスライスしていくか。どうスライスなのこれ、分からんけど薄く切ってみよう。薄いかこれどうスライスしたらええのかな、これ難しいよね。こうかな、むずいね。お肉のスライスもしたことない。まあまあ薄く切れたよ。こんな感じで、なんかこっちの方からあんまりやっぱそんなに綺麗にスライスできへんかな。コツがいるねこれね。あ、でもいい感じに薄く切れた。こんなんになりました。この調子でちょっと切っていくか。どうなのかなこっち向きにも切ってみよう。難しいね、ペロンと。よく研いでないと難しいかな。よし、一回研ぐか、包丁をね。
結構頻繁に研いでるんですけど、まあ多少切りやすくなったかな。あ、いい感じちゃうこれ。難しいけど、これしょっちゅう豚タンこうってこうやってやってたら結構うまくなりそう。豚タンのスライス、ほらいい感じになってきたんちゃう。いい感じに豚さんスライスできました。だいたいこのぐらいの感じにね、はい。なかなか海外でねスライスのお肉って売ってないからね、自分でこうやってスライスしないと焼き肉用にもならない。ここあと何分かな、だいたいね40分ぐらいでセットして炊いてるんですが、今この米をおっぴろげてみましょう。てってれー、こんな感じ。炊け具合を、うん、まあ悪くはないね。ちょい固め、まあ、いつもチャーハン用に炊くんでいつもの感じと一緒で炊いたんでちょい固めの感じになりましたが、まあこのままちょっと蒸らしといたらいけるかな。これはこっちに置いといて、てってれー、これで焼こうか。よいしょ、てってれー、これで焼こうと思います。これさっき作ったレモンだれでしょ。レモンっていうかまあなんか柑橘系のやつと塩混ぜたやつと昨日作ったこれでございます。このねこのタレでございます。これをドバ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 。おおすげえ、なんかもうちょっとさらっとした感じやけどいけてんのよこれ。マジでね市販のやつよりうまい感じにできたかな。めちゃくちゃ美味しい。ちゅうことでじゃあうまい、はい、ご飯でってれーと、ご飯できたと。焼いていきます。ほな焼きますけど行けとるやん、音が行けとるやんか。行けてんじゃない、美味しそうなんじゃないこれ。しっかり焼いた方がいいのかな、豚よう分からんが、まあ薄く切ってあるしすぐ焼けてるはずやねんけどな。じゃあ早速行ってみようか。いただきます。こんなんまずレモン塩からいってみる。レモン塩でいきます。うんうん、やっぱちょっと豚独特の臭みがあるのかな。牛タンとはやっぱ全然違う感じがするね。うまいよ、おいしいよと、ね、さっぱりさっぱりジロで。ほなこっちのね手作り焼肉のタレの方でもいってみたいと思います。へー出た、うまっ、うん、あうまいわ、うめ、タレがうまい、タレが激うま、うん、米が進む。セルフ焼肉いいね。今度牛でも買うてきてやろうかな。気に入ったぞこの焼き鳥、焼き鳥じゃないこの焼肉のタレ。
あ、幸せやな。やっぱこれ焼肉っていいね。なんか幸せやわ。さっぱりの塩のレモン汁よりこっちのタレの方がうまいわ。さっぱりレモン塩はカクテルでも作ろうかな。これお酒割ろうかな。これソルティーレモンにしようかな。このね、山行った時に買ってきたスラソウの茶色いやつ、スラなんとかってやつ。これをこのレモン塩はこれで割っちゃえ、全部入れちゃえ、カクテルにします。これをね、これでね割ったら美味しいカクテルになるんじゃん。これでいただきます。乾杯。あ、なんか、うん、とんでもない酒ができた。なかなか濃厚な酒ができたよ。ちゅうことで、ね、これ酒のあてにもいいしね、ちょうどいい感じの、これね、これでいただきますよ、こう。うまいよ。激うま。激うまからのこの謎の酒。うん。ああ、なかなかの酒になったな。なんかちょっと甘みが欲しい気がするな、この酒。ちょっと砂糖でも入れて甘みを足してみようか、これにね。どんな飲み物になるやろうね。どんな飲み物になるんやろうか。砂糖入れて乾杯。うん、あんまり変わってないわ、味。元の味が。きつすぎて砂糖多少入れたぐらいで変われへんか。もうちょっと砂糖入れたのか。何のこっちゃ分からへん飲み物になってしまったからな。乾杯。うん、この先はなかなか大失敗だ。このタレはね、めちゃくちゃいけてる。パーフェクトタレやわ。そしてこの辺のスライスの加減も絶妙。割れながら上手にスライスしたなと。これは割れながら最低な飲み物ができた。罰ゲームやこれ、完全に。罰ゲームドリンクができた。これちょっと砂糖何も入れてもマジ変わらんような気がするな。やっぱね、一回とんでもない味になったものってね、修正するの難しいんですよね、料理ってね。だからちょっとずつ足していかなあかんね、味っていうのはね。一回とんでもない味になったらね、もうなかなか難しいよ。いただきます。激うま、激うまですわ。あー、なかなかのまずさやな、これは。甘くしたところで変われへんのかな。一個も甘さを感じへん。こんだけ砂糖入れてんのに、こんだけ砂糖入れてるのに全く甘さを感じへん。塩と砂糖って相性悪いんかな。うん、うまい。うん、豚タンうまい。うん、うん。ああ、酒はまずい。酒はまずいが、豚タンはうまい。しかし、難儀な酒を作ってしまったな。難儀な酒を作ってしまった。もうこれ最後やな。残ってたの全部食うでもうた。残りのタン全部いただきましたと。これはまだ残ってんのよ。この地獄のような酒が残っとる。下の方に砂糖が溜まっとるんだ。塩も溜まってんのかな。下に下に行くほど濃くなってる感じかな。飲めば飲むほどまずいんやけど。おお、ああああ、熱っ。
とんでもない酒を作ってしまった。うまい。うん。うまいね。豚タン、うまい。うん、これで 3ドル75セント。これでって、まあこれ最後やったけど、今日の倍ぐらいあって3ドル75セント、400円ちょいぐらいかな、円にしたら。めちゃくちゃいいやんこれな。うん、他の部位より安いのかな、よくわからんけど、うまい。また買おう、豚タン。ああ、うまかった。うまかったのはいいけど、まだまずいのが残っとんのよ。難儀やな、イランカクテル作るんじゃなかったな。これだけの方がまだ全然美味しいわねえ、これまずさ爆発の謎の酒。ああ、はい、ごちそうさまでした。まず、うん、この残ってるニンニクがね、うまい。うん、これうまいね。このタレがちょっと残っちゃったのがもったいないぐらいうまいんやけど、このタレ。いけどうな。はい、豚タンね、豚タンシリーズ最終章ということで、焼肉のタレを作って、レモン塩とかのね、レモンじゃないけど作っていただきましたところ、とても美味しかったです。タレが美味しかった。で、豚タンもね、ちょっと癖があるけどね、美味しかった。うん、これまたやりたいね。またこのタレ残ってるからね、こんなで。またやりたいし、牛とかも買ってきて、こうやって焼肉するのもいいよね。タレがまた作れるしね、これね。いけてるやん。ってな感じで、美味しくいただきました。ありがとうございました。豚さんありがとうね。豚さんには日頃から感謝しかないね。ということで、こんなおっさんがね、カンボジアでいろいろ何かしらしながら暮らしている様子を日々お届けしておりますので、よかったらチャンネル登録と親指ボタンと、コメントなど残していただけますと、私とても嬉しく思います。また日本時間の、夜8時から月水金ね、プレミア公開ということで、みんなで一緒にね、チャットしながらワイワイと、僕の暮らしの様子をああでもないこうでもないと言いながら一緒に見ておりますので、よかったら参加しに来てください。月水金夜8時でございます。それではまた、ほなまた見てねと、はい、そんな感じでございます。ほな、はい。うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほな、また別の動画も見てってくださいね。さいなら。